はい、じゃあ、日焼け止めスピンになってきたのでやろうと思うんですけど、さっきはあの BB クリームでやったので、いつもやってるあの日焼け止め、あ、ちょっと 0.8 になったり 0.7 になったりですけど、まあまあ少ないよりはいいですね。これでいこうと思います。じゃあいきます。はい、こんな感じでスピンなんですけども、日焼け止めの塗り方なんです。もうこのまま塗っちゃいますけれども、だいたいこうこうちょっとずつ塗るじゃないですか。で、塗り忘れをしないようにしてほしいんですね。で、塗り忘れをしないようにしてもらいたいので、結構こんな感じでべっとり塗るんですけど、この時ポイントがこういうスポンジを使ってください。ゴシゴシ塗っちゃうと、まあ、やっぱり摩擦になっちゃうので、これを塗った後に意外とね、こう上から叩き込むような感じです。こういう感じで、忘れがちなこの目ですね、目の下、こういう感じで、意外にこれつかない、まあこれ分かんないか、でも意外とここについてる感じは実はしないんですよ。こういう感じですね。で、なんでこうしないかっていうと、そうすると本当はこうここに塗ってるはずなのに全部ここに寄っちゃったりするんですよ。だから上から押し込むような感じでこう塗ってください。そうするとね、そんなにねいっぱい塗ってもね分かんない、こういうこういう感じですね。で、忘れがちな鼻の下、鼻の下ね結構ね忘れがちで、お鼻ってそんなに実は日焼けをねしないので、ちょっとピュッ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 適当にちょっと今こんな感じですね。で、これをポッ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 こんな感じで、さっきの 0.7、 意外とこのね私使ってる日焼け止めはねそんなに白浮きしないんですよね、こうすると。なので、さっき見るとうわちょっと多くないって思ったかもしれないですけど、これで塗るとそうでもありません。で、こういう感じですね。でも意外とないので、結構なくないですか。で、ただダメ押しで、意外と私こう考えたら 0.6 以上塗ってるから。で、もう一回ポイントはこの C ゾーンにもう一度塗る、あとこの辺も。なんでかっていうと、絶対シミってここに結構できるんですよ。なのでこういう感じで塗って上から押さえる。はい、で目の奥、目の上ですね。なんかちょっとこれ足りないな、大丈夫、よいしょ、結構えいえい、そう、この微妙なね、これもね前髪があるからといって、はいはい、これが 0.7g を顔に塗った感じになります。で、ここからは私のやり方なんですけれども、意外と私あの本当に日焼けすごい嫌なので、結構ねあの白いやつとこうちょっと濃い BB クリームを使い分けたりして、それをまあなんていうのかな、まあ、シェーディングじゃないんですけど、この辺にちょっと塗るんですよね。そうやってこうすると、あとでファンデーション塗った時にここだけ濃くなるんで、あのほら顔ちっちゃく見せたいじゃないですか。なんでこんな感じに塗ると、このフェイスラインって日焼けもしやすいし、あとちょっと小顔に見えるかなっていう感じで、ちょっと暗めのやつ塗っときます。気持ちね、気持ち。あとね、ちょっとこの産後にハゲてるところもちょっと塗って、こんな感じでちょっと塗って、でなんかこうすると日焼け効果もあるし、でもう一個、うん、これねちょっとあのハイライトっていうか白いんですよ、逆に。でこれをちょっとまた高いところに、お鼻とかこういうところに塗ると、逆にこれはね白く T ゾーンのハイライト代わりになるので、そうすると日焼けをしやすいこの目のところとか、透明感が出るんだけど、
透明感が出るんだけど、その日焼け止め効果もこうアップさせる、こう重ねれば重ねるほどいいので、ただあんまり真っ白になっちゃうのもあれなので、透明なやつを顔全体に塗った後に白いものをちょっとトーンアップするやつを T ゾーンとこの目のこういうところと顎で、暗いものをこういう、あ、ごめんなさい、血ついちゃったね、白いのか、塗るっていう感じで、そうするとさっきの 0.7 は全部使いましたし、ちょっと濃いめのものも塗ったしっていうことで、ここから私はいつもあの日焼け止めを塗って、これが私の日焼け止めの完成です。で、これがさっき言った 0.7g 全部使ってます。これでやっと SPF50 がまあきちんと出る感じになるんですね。なので日焼け止めを塗ってるよっていう人、まあ、多分この映像を見て、え、こんなに塗るのと思ったかもしれないですけど、これでやっと SPF の50と PA、まあ、この日焼け止めは PA4 プラスなので、それがしっかりと出る感じになります。で、先ほどから、ね、前回の動画でも言いましたけれども、やっぱりこの紫外線っていうのが、まあ、シミシワたるみ、そしてシミ、あ、言いますね、シミシワたるみの原因になります。で、これを抑えれば、まあ、なんていうんですかね、こう老化の8割は防げるので、どんなに高い美容液を使っていてもこれができてなければ意味がないと思ってください。なので、すごいスキンケアを頑張るっていう人は、この日焼け止めの塗り方を何回も見て、結構こうしっかりとこういう風に塗るんだよっていうのと、この、まあ、ちょっと使いかけですけど、この 0.7g っていうのをしっかりと覚えていただければと思います。この動画ではこんな風に、まあ、医師の目線から見て、健康とか美容について正しい情報を発信していくチャンネルになります。なので、この、まあ、動画がいいなと思ったらいいねボタンとか、あとはチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。